基本井上康太。阪神井上康太が負傷交代、三振の際に左肩付近痛めたかちょっと気にしていたので、和田監督日刊、井上肩やっちゃったよ。どんなに才能を持っても捨ては使い物にならんからな。まあ詳細出てないからどの程度捨てったのかは不明。今年こそ張っていうセリフ毎年言ってるな。才能は間違いないんだけどな。井上はこのままではいつもに今年中に順位付け抜かれるで。井上は現役ドラフトやろ、長打力あったから育たなくて悔しいわ。他の高卒みんな下手んや。井上は中谷みたいになれると期待してたんやけどな。ノーステップいい感じやったんちゃうんかい。まだ若いからワンチャンある。微妙なんが続いてるからな。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。